二葉亭氏名から1909年5月10日は、日本の小説家、翻訳家。本名、長谷川達之助。筆名の由来は、諸女作、浮雲に対する品言。特に、坪内逍遥の名を借りて出版したことに対して、自身を、くたばってしまえと罵ったことによる。文学に、理解のなかった父に言われたというのは俗説である。長谷川二葉亭とも呼ばれる。別の号に、 ヒヤヒヤ定主人、アンズー。江戸市ヶ谷生まれ。彼の自筆履歴書によると、1883年2月1日から1885年12月25日まで、当時の専修学校で学び、その後卒業した。また、東京外国語学校ロゴ科入学後、同科が改祖されてできた東京商業学校第三部ロゴ科を1886年1月に中退。 スボウチ商用と交流を結び、その勧めで評論、小説総論を発表。1887年から1891年の間に出された写実主義小説、浮雲は原文一致体で書かれ、日本の近代小説の回祖となった。また、ロシア文学の翻訳も多く手がけ、ツルゲーネフのアヒキ、メグリアヒは特に有名。自然主義作家へ、 大きな影響を与えた。後に、その面影、平凡を書いたが、1909年、ロシア婦人からの帰国途中、ベンガル湾城で隠しした。江戸市ヶ谷かっぱ坂の尾張藩城屋敷に生まれた。父、尾張藩氏、長谷川吉数は、高刈友役を務める。母は静。祖父、達蔵の名を取って、辰之助と名付けられた。四歳の時に、 母の実家後当家のある名古屋に移る。野村明明氏の塾で漢学を学び、名古屋藩学校に入学後は、林正十郎らにフランス語を学んだ。1872年、藩学校を退学し戻るが、父の移動のために、松江転居、内村智介から漢学を学ぶ。洋学校卒業後、 当時、ロシアとの間に結ばれた千島カラフト交換条約を受けて、ロシアに対する日本の危機感を持ち、陸軍士官学校を受験した。しかし不合格になったため、軍人となることを諦め、外交官となる決意をする。外交官を目指し1881年、東京外国語学校ロゴ科に進学。この時にロシア語を教授したのがレフ・メイチニコフ、黒野義文。 古川常一郎で次第にロシア文学に浸水するようになる。また、東京外国語学校が東京商業学校と合併し、氏名の在学していた東京外国語学校ロゴ化は東京商業学校第三部ロゴ化となった。ところが、氏名はこの合併に伴い、東京商業学校校長に就任した矢野次郎に対し悪感情を持つようになる。 そこで1886年1月に退学届を出し同行を中退。なお、大田黒十五郎は、東京外国語学校及び、東京商業学校での親友であり、後に、大田黒をモデルにして小説、浮雲を執筆した。また、彼の実質履歴書によると、1883年2月1日から1885年12月25日まで、 先修学校に学んでいる。そして、卒業して間もなく、スボーチ商用宅に通うようになる。1886年1月24日、スボーチ商用を初めて訪問し、小説真髄の疑義を正した。同年2月、スボーチ商用を訪ね、以後毎週通うようになる。その勧めで、小説総論を中央学術雑誌に発表。また、ツルゲーネフの 父と子の一部を訳していたが、未発表に終わった。翌1887年6月20日に、新編浮雲第一編を、坪内雄造名義で刊行。橋垣で、初めて、双葉亭主名と名乗った。この諸女小説、浮雲は、第三編以降の草案があったため未完に終わった。作品として紹介されていることもあるが、写実主義の描写と原文一致の文体で、 当時の文学者たちに大きな影響を与えたことは事実である。先立って書かれた坪内商用の統制書生機質に色濃く残っていた下作文学の影響を廃止、日本の近代小説の始まりを告げたとされる。また、ロシア語が堪能で、同時代のロシア写実主義文学を翻訳、紹介した。特に、ツルゲーネフの両人日記の一部を訳したアヒキは、 その自然描写の文体が多くの作家に影響を与えた。同年に内閣官報局の管理となり筆を折る。また、社会主義の影響から、貧民救済策について考える。貧民街に出入りするうち、出会った娼婦が最初の妻福常である。貧民救済への関心は、後に貧民問題や労働問題を扱うジャーナリストとなる。 松原岩五郎や横山玄之介との交友を生み、彼らに対して影響を与えることになった。1895年に陸軍大学校ロゴ科教授職託。1899年に再び東京外国語学校が設立され、旧東京外国語学校時代の恩師である古川常一郎の推薦を受け、ロシア語科の教授となる。短い在職期間ながら、 多くの教え子から慕われた。海軍編集初期を経て、1901年には海軍大学校路ゴ教授職託を務める。1902年、ロシア滞在中にエスペラントを学び、1906年に日本で入門書を出版した。内藤コナンの紹介で、1904年3月4日に大阪朝日新聞に入社し、東京出張員となった。 だがその仕事にはあまり向かず、東京朝日新聞社主筆池部散々の計らいで、東京朝日に移籍し、小説を連載する。月給100円とかなりの高級だった。その面影や平凡を発表し、読者からは大好評で迎えられる。文章世界1908年2月に、私は会議派だ、6月に、ヨガ、半世の残悔を発表し、同年。 朝日新聞特派員としてロシア赴任、駐在中に、東京外国語学校時代のロシア語恩師、黒野義文が、教団に立つペテルブルクへ向かった。一方、森外の、舞姫、国木田ドッポの、牛肉とジャガイモの露役も行ったが、白夜のために、不眠症に悩まされ、また翌年、ウラジーミル大公の葬儀のために、雪の中でずっと立っていたことが災いし発熱。 肺炎、肺結核に侵され、死を予感し妻や祖母宛に遺言状を書いた後、友人の説得で帰国することになる。4月10日に日本優先のカモマルに乗船して、ロンドンを立ち、日本への帰国途中に容態が重篤となり、5月10日、ベンガル湾城で肺炎の悪化で死去。去年46。5月13日夜にシンガポールで火葬がなされ、 30日に遺骨が新橋に到着した。シンガポールの日本人墓地にも墓がある。日付1872年までは旧暦。ありがとうございます。